帰った。ジャン君。生配信終わったらうっすり眠ってしまって今6時になってしまったパパです。いっぱい眠りました。さっきちょっと1回目が覚めた時、うん、ちょっとしてたね、いわゆる白暮というか夕方の、ちょっと薄暗い感じになってたから、あ、朝だと思ってすごい混乱しました。元気してたからね。どうしたらいいんだこのなんかどうしたんだっけみたいな目覚めでした。そしてあ違うって思った瞬間また睡魔がドーッと襲ってきて、今は外は真っ暗です。寝ちゃったよジャン君。起きたら喜んでたよねジャン君ね。あ、起きた。一瞬だけだったけどね。うん、今ちょっと前、うん、それがだから、あ、喜んだのは、そう、喜びの舞は一瞬でした、うん、ねえ。そしてポンちゃん、ワンちゃん起きたよ。ワンちゃんはさっきジャン君と一緒のベッドで寝てたんだよね。ワンちゃん起きました。ワンちゃんもジャン君も起きて、ワンちゃんトイレで大泣きしてたけどね。さあ今日も始まります。ウサです。もう終わり近い。ジャン君、そしてすぐ横にポンちゃんはピンと合いません。くるくしまーす。ポンちゃんくるくしたけどダメですね。そしてライオンピンとこけてるよ。なんでライオンが一番長いの。ポンちゃんが見てるよ。ポンちゃん形を可愛く写してね。ねえちゃんくん、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 ちゃんくん。ジャン君、ジャン君、ジャン君、ジャン君。ジャン君、
てじゃできない。